換やりましょう。転換いろいろやり方あるんですよね。あのこう ぶつかったところをこうやるとか、それからぶつからないで来たのをそのままやるとか、あと脇を上げてから上げてからこう入ってくるとか、あのいろんな転換ありますけど、まあ好きなように、最初は転換、姿勢を正して、姿勢が大事ですね。あとまあこうね、出していって当たるよっといてこう脇を上げて、ね、こうちょっと失敗こうして、でじゃあ転換からやりましょう。こう自分まっすぐ、あの上やって今度下やってって、大体そういうパターンでね、僕の場合やってるんですよね。転換をやった後上下で、ちょっとじゃあやりましょうか。上と下、要はこう転換来て、転換をして上ね、上でこう出ていくって感じ。それから下こう来て、下ここに入ってくる、そういう感じ。こう何しろ転換向こうね、そしたら上で入ってくるって感じ。まあどういう形でもいいですけど、要は意識が上行ってどういうふうに行くかって話。こう来て向こう上、彼フォローしてますからちょっとこうですけど、もし崩していきたいんだったらずっと入っていく、ね、こう入ってくる感じ。上から下、下っていうのはここの正中線ね、下だったらこう来て向こうやったら下はここ正中線ですから、で足を変えて、最初に足を変えて正中線、こういう感じ。じゃあ上と下、なるべく姿勢まっすぐで上下転換して上下って、そういう感じ。じゃあ、ね、回してこう下とか回して上とかじゃなくて、こういうふうに、ここの小さいぶつかったこの小さい円でくるりんって向こう行ってないと、これがギューってこう広いところでこう回ってきちゃうとすごいなまっちゃうのね。だから行くのは意識を変えるときはここで変わるの。バーンぶつかったところで、ここはすごい、だから小さい円なんですよ。小さい円っていうかほとんどないから、なるべくそれを小さくしていかないと、これこういう円で回っちゃうとすごい良くない。だからこう向こうぶつかってるの、ぶつかってそれが向こう入って、それでポンと上行って、ね、ここに入ってくる、そういうふうにやっていかないとなんかなまっちゃう。こういうふうにやってなまっちゃうね。それから下もこうやってやって、こうやってやるとなまっちゃうから、だからここで入れ替わって、こっち入れ替わってここに落としてって、だから直線な、見たら直線にやってる感じなんだけど入れ替わってって、そういうふうにやった方がいいね。向こうそしたらここでギューって回してこないで、向こう行ったらもうポンとここに入って、そういう感じの方がいいと思うんですよ。もうちょっとだけやりましょう。もうちょっとだけこう来てパンとここにこう抜けちゃってる人が結構いるんだけど、でじゃあこれ応用してこう入ってきたら、じゃあこうね、こう下ですよね、下落とす前にこっちちょっと入るの、ふとこうなってきて、で上下こういう感じで、うんって、この下はだからこっちへ落とすんじゃなくて、自分が入って下なのね、ここなのね、ここで、ここで上へね、だこう回していくんじゃなくて、こうですよね、こう入ってきて転換でもいいですよね。でまあ転換ですから、これはまあ入り身でもいいな、まあまあいいや、こう来てこうなってるね、ここに落としてるの、そして上がってくるから、ここにいる、そういうふうにやりましょう。なるべく下、上下の意識、こういうふうに横に振らない、横に、なるべく上下の意識、こう向こう行ったら下の意識、ここの意識、ここにこう落としてきて、それで上まっすぐ、それでこういうふうにこう横動きしないで、なるべくまあやってもいいんだと思うんですけど、稽古の時はそういう意識で、なるべくまっすぐね、正面でも同じね、正面でもこう弾いていかないで、まっすぐここですから、ここってことはこう入ってきてここに落とすのね、ここに、でまっすぐ上げて下げてって、そういう感じだ。上下上下
だから今やったこの下ってね、これをこう下、ここ下、そしてまっすぐ上げて、でまっすぐ下げる。そういう意識の使い方、ちょっと練習しましょう。意識が最初、意識が動いてきて体が動いていくから、だから体だけ一生懸命動かそうと思って体の練習しても意識がついていかないと全然それができない。だから最初に意識の練習した方がいい、僕はいいと最近いいなと思ってるんですよ。だから来た、こう来た、見せててね、餌見せてて来たらプッて向こう、したら意識は下だ、下ここで入り身投げって、例えば入り身投げの形だとできないの。俺彼こんな、彼の前に僕がいるから、だからここちゃんと後ろまで下がって、それから意識が下なのね。意識が下に来るとこれこういうふうに落としていくんですよね、肉体的には。そして上がってくるから、ほらこう自分の中に入ってくるじゃないですか。それで下、そういうふうにやらないと、まあ肉体的にやると、肉体的にやっちゃうとこうやってまずこの後ろに入ってみたいな、それから下落としてみたいな、じゃなくてさっきのこう入れ替わった感じで、ね、転換でも入り身でもどっちでもいいんだけど、まあ転換だったらこう、ただ一歩この足こうやって、これで形になった、肉体的な形で。意識は何しろさっきこうやってやって、ここに下にポンと落としたのと同じ、こうやってきてここまで来てから下に落とす。そうすると上がってきて上、ここね、こういうふうにやらないで、でもし彼がもっと向こう行ってんだったら、もっとこっち来てんだったら腰がこう回ってる感じ、もっとこっちに彼がいるんだったらこういう感じ、いずれにしてもこうやらないってこと。これ彼に合わせてこうやったりこうやったりしない、彼がどこにいてもいつもこう、もしこの辺に頭があるんだったらこうやるべきだし、この辺に頭があるんだったらこの辺まで、でもこっちにあるからといって手をこういうふうにやらない、いつもここって、そういう意識ね。それで やるって感じで、こう来ていなくなって、ここちょっとこの辺だったら、あ、まっすぐ落としたらちょっと変なとこ落としたから、ここ落としたから、だから踏み落としの位置まで下がってから落とす、ここね、こう、そして上げて落とす、そういう感じで意識を優先してるって感じがいいと思うんですね。じゃあどうしましょうか。じゃあいや同じ、こう来たらまっすぐ上げて、じゃあ今度振り返る、そういうのやりましょう。これも同じですから、向こう出してまっすぐボッケをこう向こうへ出して、ボッケをこうやってこうやって打ったんですよね。こうなったのがこういうふうに、こうやってここに打った、同じ形だから、肉体的には中に入ってるみたいに見えるかもしれないけど、意識は向こう、それでここに振ってる感じだから、ではそれちょっとやってみましょうか。じゃなくてやっぱり下だよなって、下から入っていくって、そういう風になっちゃってるから、向こうにこの手をまず向こうに出すのが大事ね。向こういないの、こういない、いなくなったの、下ここに手があるんですよね、こういう風にこうなってるんですよね。こうやってやるとここにあるの、だから内側から入ってくるの、内側から万歳するので、こういう風にかぶった感じだから、これはあんまりこの手、例えばこうなっちゃってこうなっちゃうといかないから、しょうがないから、こうってとかくぐってとかってやらないで、何しろ意識、まずこれが優先だから、こう行っちゃったの、こう行っちゃったの、こう行っちゃったの、ここにあるんだよ、ここくっついてる、これギュッと押したらくっちゃうから、触ってるよ、触るぐらい、こうやってやったら触るぐらいとありますよね。こうまっすぐこの線で振りかぶるの、ビューンって、でこっち向くので、ビューンと落とすの、それだけだから、あんまりもう肉体的にこの下をこうやってやるとか、こうやってやっていくとか、それからなんか やっていかないよね行っていかないで、意識だけこっちやって、ほらここにあるもん、あるから、ここほら、こうちょうど正中線のこの位置、こう振りかぶってきて、それから振りかぶ、あの変わって、このちょうど頭のところ、だからあんまりそんなになんていうの、コントロールしてない、相手は勝手に自分の中に入ってるって感じだから、コントロールしようとすると相手は逃げたりとかいろいろしちゃうんですよね。この手なんかこういじってくと、この手やだね、なんかすごいこの手来ちゃうけど、気にしないでこっちだから、この手来ないですよね、多分この線が邪魔してるから来ないし、
こういう形になってる。それをここでもう見えづらいね。なんで見づらいんだ、どうしていいんだ、こうか、こうやってくるとここにあるからここね、それだけの話。じゃあ今度こう来てここに、まあじゃあ今度こうね、こう来て、いやどうでもいいや、上に出ちゃってもいい、何でもいいから、この手あるから、ここにこっちの手がこういうふうに入ってこないで、こっちの手使うのと、こういうふうに回ってここに入れるようになるね。こう入ってきて、こう手があるから、ここにさっきはこの手、ここをこう上がってきたの、今度はこっちの手使うの、こういうふうにまっすぐ上に、そしてこう回る、それだけ。何しろ縦ですよ、回っちゃダメですよね。こう 回していっちゃダメね。こう彼の手はこう来て、僕の手邪魔、ここ来ているから、僕は邪魔しないでこう避けたの、そしてこの手がこここういうふうにで抜けて、ここにちょうど顔がある、そういう感じ、そういう意識ね。何しろ縦だから、横に使わないように、縦、全部縦、こう来て、これね、さっきはこう、今度はこっち、こういう感じ、そして回る、で、こう、縦、じゃあ、塩投げみたいにやってみましょう、内側の手がこういう感じで向こう行ったの、で、今度はここの手がこう来て、こっちへ回ってきた、今度はこっち、また元に戻って、こっちの手。こっちの手がそのままこう入ってくるの。とこうね、手の使い方が役になった。身、こう来て、今こっちの手使ってこう回ってきたんですよね。今度はこっちの手使うの。同じだから。とこうなって、右だ左だってやってた。なんでやってるかって練習になるからね。右、こうなって、こう、ただじゃあいいや。こう、こう上がっちゃったら、上上がっちゃった時、こっち使っても、こっち使っても、そしたらこう、ね、こうなった。したら、今度、今はこっちを使ってやりましたけど、こういう時は、この手そのまま持ってくると、この手使いますよね。上上がっちゃってもね、切れそうな時にこう、合わせてくるとか。要はだから、何使う手の意識を逆にする。こっち面、今度はこっち面、こっち面で、こういうふうに何しろさっきのこっちに持ち替えた感じじゃなくて、こっちに持たしておいてこう入る感じ、もしくはだから要は変えましょうって話、ね、こっちの手から要は こっち、さっきはこっちの意識、こっち、今度はこっちの意識、こっちの意識どうでもいいですよ、持ってもいいし、いいんだけど、まあいずれにしてもこっちメインでちょっとやりましょうかって、そういう話、ね、じゃあやってみましょう。四方投げのいろんな、こっち持たせた、持ち替えた、で、今と同じ意識でこうやってくると入り身投げみたいになっちゃいます、こう、ね、こう入り身投げで、こう回ってきたからこの手使ってこう回るとか、この手使ってこう回るとかしましたけど、この手使う、このまま来るとこうなる。で、距離によってはね、この手使って今塩投げ、距離によってはだからこう離れてきてこうやってやるとこういうロックできる形、距離近ければこうですよね。でもっと遠くなっちゃって、うん、もっと遠くなっちゃうとこう来るとこうお手返しみたい。でもやってることはみんな同じ、上から下やって、何しろあちらへどうぞやった後、上から下やった、今度もちょっと離れて上から下やった、もっと離れて上から下やった、そういう意識ですよね。やってることは同じですよね。で これちょっと調節してみんなでやりましょう。じゃあこうやってやって、近いとこう入り身投げで、中途半端だとなんか知らないけどこの辺、この辺で、もっと遠くなっちゃうとこうね、離れてこう。じゃあこれいろいろ調節して、じゃあこの、なんていうの、入り身投げ系かな、小手返し系かな、わかんないけど、ちょっとやりましょう。今いろいろこう小手返しとか、どうした、こう起きてね、入り身投げとかやりましたけど、今度は下から行くの、こっちからこの線とこう起きてこうなりますよね。彼はすごい柔らかいからあれなんだけど、ね、
下、下出す、下、下からここね、ここに入るの、ここ、ちょっと息の形になります。やってることは同じ、やってる意識は同じ。向こう、下、下行くの、下、こう、そうこもらえるから。向こう、下、こもらえますよね、この線。そしてここに入ってくる、そういう感じ。ちょっと難しいかな。ね、ここ。ここに落とすの。こう。で、足を下がって、こう。すいません。で、で、そういう勢いになります。ちょっと難しいですけど、何しろ向こう、下。向こう、下。いいよ、いいよ。向こう、下。ここ。ちょっとこう。こうあるから、相手が。で、まっすぐ上がってきて、ここに入ってくる。そういう感じ。で、こう。じゃあちょっとやってみましょうか。正午で。こうやって、こうやって。切っちゃった。それで下やるの。そうするとこうもらえるね。こうやってやっ、こうやって切っちゃうの。こういうふうに。と、この、こう。こうもらえたの。で、ここの線。こう入ってくる。これくっついちゃってると結構難しい。こう、向こうだってやって、こうやってほら、ついて、こうやってるとどうしても回しがちになる。こういうふうに回しがちに。なっちゃってあんま良くないからもう関係切っちゃう関係切っちゃって全然自由そしたらここ来るそしたら来るよねそしたら 裏だったらこっち表だったらこっち表だったらこっちだし裏だったらこっちここの線入って向こうへ入ってくる感じそういう感じねで関係切ってやりましょうあのなんかみんなこうちょっと回り気味でこうなってるから切っちゃって、それから向こう銅像をやってからこう入ってきて、こうね、でこう頭の方に行った方がいいですね。じゃあちょっと切ってやってみましょう。下なの下。そしてここら入ってくる。もしくはこっち入る。もしくはこっち、こっち、こっちからこう入るから。どっちかね。何しろこうやって下でここ、ここ入ってくる。ちょっと入りが悪いですけどね。入りが悪いってのは。僕はちゃんと転換してないから本当は転換をしてこうそうするといいよそうでここねここね今度はじゃあ下来たらここ入んの後ろからこっちから入んの足こっちの足からさっきはこっちの足から入ったもしくはこっちの足から入ってきたんだけど今度はこっちの足からこうに入るとこういうふうに三挙系のとか回転投げ系の技になりますよね向こうへピュン、まあ、向こうへやった、そしたらピュンやるのね、ピュンやって、ここ入るの、こっちの足から、こっちの足から入るの、こういうふうに、とこうなって、この線、こう来て、真下、こっちの足から、ここに、こういうふうに、とこうなるね。こう加えてこうやって来てもいいしこのまま来てもいいし足の入り方だけちょっと違うこう来て真下そしてこう入ってくるじゃあ入り方逆でやりましょう